どうも、加藤でございます。皆さんご機嫌いかがでしょうか。なんかね、変なカニみたいなやつと画面出てます。前回、ジョセフとキッドマン、合流してですね、バスに乗って、病院に近づけばいいんじゃないかということが分かったので、そろそろね、終わりも近いんじゃないかと思っております。じゃあ病院に向かっていきましょう。無事かね。キッド。おう。おう、大丈夫。キッドも入ってないの。こっちだけど。大丈夫？薬ある。キッドマン。やっぱ落ちてたの？マジで。敵いる？あ。これはヤンジャン、ヤンマが？ヤンジャンではないね。でもなんかコミックっぽいの。これだけはヤン、これだけはヤンマがかもしれないですね、皆さん。よし。おお、めちゃ出てくる、めちゃ出てくる。当たり？あ、もうこれだけ？お、セバスチャンの手記。マイラがいなくなった。もう何日も連絡ない。職場にも報告したが、彼らは俺がおかしくなったとでも思っているようだ。ほう。彼女の車、コンピューター、私物の一部がなくなっている。犯罪の匂いはどこにもない。誰もが俺に愛想を尽かしただけだと思っている。なるほどね。俺の酒癖を批判するやつもいる。それをマイロの失踪と関連付けようとしている。うん。彼らは事件性を認めず、彼女がいなくなった責任を俺にあるとでも言いたげな顔である。だが彼女は俺から逃げたんじゃない。誰かが彼女を連れ去ったんだ。え、彼女が何かに近づきすぎたから。しかしそれは何だ。え、そんな感じなんだ。あ、ここでも行けるのね。よし。ボロボロだな。悪い夢でも見ているのか、それとも。ずいぶんお久しぶりですね。え、そうです？そうかな。ちょいちょい来てると思うんですけどね。シッコアンね。ここら辺を開けてるから、ここ開けるかな。はい。これは弾か。ちょっと最近弾が少ないんでね、ちょうどいいっちゃちょうどいいです。よし、どうしたセバスチャン。下に降りないと見えないな。どうやって下降りるのこれ。ん？こっから下降りるってこと？無理じゃない？おう。あ、え、誰かいる。これ硫酸が流れる機械。お、これは山鹿じゃないやつですね。硫酸流す。え、ジョセフは来ないの？あれみたいですね。OK。あ、信じられない。こんなに破壊されるとは。うん。あそこに見えるのは地下鉄でしょうか。地下鉄なんかある。だが位置をよく見る。あれか。地下鉄で向こうに渡れるかもしれない。地下鉄の中を通って。まずはこのビルから出ましょう。怖っ。それ怖いね。これ撃ったらちぎれる。もう撃てる。なるほど。怖い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 。
政府は。よせ、危険だ。確かに、他のルートを当たってみます。下で合流しましょう。確かにね。確かに。というか、どう行こうとしてたんだ、俺。結局、じゃあ一人なのか。なんかいる。わあ、こいつか。わあ、めんどくさいんだよな、あいつ。あ、来て来て。おー、え、嘘。え、ちょっと、え、そう。よし。あ、そうだ、あったあった。偽物じゃん。わあ、めっちゃいる。めちゃくちゃいるな。硫酸は、どう行きゃいいかがいまいち、倒せばいいのかとかね。ここでいっぱい。出てくんじゃん。あいつなんか潰されて死んだかって言ったけど、やっぱりこいつも固有の敵ではない。いるじゃん。すぐそこじゃん。下がってきますか。うん、狭いね。下がっていけてるんですかね。ここでも結構細かくセーブされます。キッド、そこにいるのか。あ、違うか。隣室の人？そろそろ諦めが入ってきたんじゃないのか。やつはいつもそうだ。人をもてあそんでいるのさ。ほう。目の前の餌につられ、誰もが足元を救われた。あの恐ろしいトラップ。あの時何が起きたか、俺には分かった。後戻りできなかった。俺は真実を求め、奴は全てを知っていた。おう、え？カステヤノス刑事。なあ、はい、説明してくれ。俺は気が狂ったのか。生き延びるなら、誰を信じるべきか、よく考えることです。え？誰か、じゃあ信用していい人がいるわけですね。今までできた登場人物の中に。看護婦さんはそんな悪いやつではなさそうですよね。セーブもさせてくれるし。ねえ、あなたそんな結構正しいこと言ってる感じはありますよね。ねえ。あ、増えてる。え？ジョセフ。
クリムゾン死刑ジョセフ・オダ、オダなんだこの人、刑事、帰宅途中に消息を絶つ。クリムゾン市街で誰かを探したという複数の証言、目撃証言あり。え、ここに乗ってる人って僕死んだ人が乗ってんのかなと思ってたんですけど、そう、死んじゃったの。歴史ある邸宅が全焼、放火の疑い、ヴィクトリアの、ヴィクトリアの邸が焼け落ちる。ヴィクトリアの邸ってどこでしたっけ。放火の疑いあり、隠居生活中だった所有者は所在が確認できず。ほう、なんか話が進んでますね。ほう、ここからまた来れる。お、何ある、何これ、何これ光ってる、え、背中に、あー、そういうことか、うわー、そういう意味か、マジかよ、マジか、畜生、あー、後ろに出る、何何何何何何、ちょっと今回復したばっかなんですけど、マジか、え、ちょっと教えてよ、下ネさん、ちょっと厨房、あ、ジョセフいるじゃん。わわわわ、あいつと戦ってんのか、ジョセフ。え、ルビゴンいるじゃん。いない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 。まったく、今度は何だ。何よ。はいはいはい、ルンバ、ルンバ。何、おお、え、何かコンボみたいなの死んだ、あ、あの子に、つまらない、うん、ルンバね、え、なになになに、え、これがいいのかな、このマインボルトの電気、わかんないけど、お、これに置いときゃいいんだ、おそらく。っていうのでどうです？
あ、ほら置いとけば勝手に作動するからさ。え？時間出すとまた出てくるんですね、あいつら。よし、ジョセフはこっちに行ったと。またお前か。なんかあんの？なんもないよね。普通に倒すってこと。なんでなんでなんで、ちょどういうこと。どういうこと。場所がいまいち分かってない。もうないないない。どういうこと？おお、開いた。できます。キットを探さないとな。キット、ああキットね。まずジョセフと合流するんじゃないの。あ、でもこれで下まで下がれたのか。おお、外に出た。おお、え、何それ。めちゃくちゃ幸せそうな空間あるじゃん、この中に唯一。レスリーはお家帰れる。電車に乗ったらレスリー帰れる。いいえ、今日は帰れないわ。僕を守ってくれる？もちろん、それが任務よ。よかった。帰ったらきっとみんなびっくり。ん？どうしたどうした。なんか仲良くなってんだね、一応多めにいるから二人で。え？何？あなたは悪くない。ごめんね。何何？あなたは分かってない。彼が何になるのか。分かってる。この目で見た。ルビックの目的を分かってない。なら教えろ、奴の目的は。レスリーよ。彼を理科の実験に使うのか。冗談はやめて。大事な任務よ。彼にこの子は渡せない。レスリーだけが唯一。おお、何？唯一の。あ、え？ジョセフ、嘘。ヒントに。え？そんな好きな子に撃たれちゃったの？ジョセフ。ジョセフ。
気だな。お、チャプター13クリアいたしました。じゃあ今回はねこの辺にしたいと思いますけども、ジョセフが、いやー味わい深いですね、ジョセフというキャラは。ジョセフが好きでやってる感がありますねこれ。はい、じゃあまた引き続きよろしくお願いいたします。じゃあありがとうございました。バイバイ。